はい。えー、行動中心アプローチのコースに参加している皆さん、こんにちは。えーと、このビデオはですね、えー、この行動中心アプローチのものですけど、えー、録画してもいいし、録音してもいいし、えー、一時停止とか早送りをしてくれても構いません。えー、好きなようにどんどん見てください。はい。えーと、第一週はですね、えー、こういうあの、あの、コンテンツをお話ししますね。はい。で特に今回、このビデオでは、文系シラバスと行動中心アプローチについてお話をしてみたいと思います。 はい。最初のこの一番のところですね。はい。で、まず一番大事なのは、えー、っと、あのー、文系シラバスは、えー、っとですね、言語が出発点なんですよね。出発点でもあり、ゴールでもあります。なので、行動中心アプローチに比べて、言語中心アプローチと考えてもいいと思います。はい、えー。で、目標はですね、言語の構造などを知ることですね。で、文系積み上げの、えー、教科書がとても多いです。 えー、典型的なのは、オーディオリンガル的な、えー、色彩がとても強い、えー、みんなの日本語ですね。それから、あの、まあ、文系シラバスなんですけど、コミュニカティブアプローチの要素を取り入れている元気っていう教科書もとても有名です。はい。えー、で、あの、行動中心アプローチの方は、もう名前の通り、行動が出発点でもあり、ゴールでもあります。で、えー、目標は、何らかの行動ができることで、で、それを日本語で、 え、できないところをサポートするっていう、そういう感じですね。で、えー、え、螺旋状にこうやってどんどん、あの、スパイラルに、えー、上昇していく、そういうイメージです。えー、はい。あの、文系シラバスは直線的に動く感じですね。で、有名な教科書としては、できる日本語、丸ごと彩りなどがあります。はい。あとは、発想の違い、考え方の違いもありますね。文系シラバスは文系が中心なので、 まず文型を見て、この文法が使われるのはどんな場面だろうとか、この文法を教えたら何ができるようになるだろうというふうに考えますね。でも行動中心アプローチでは、この行動をするために必要な文法は何だろうというふうに考えます、えー。つまり考え方が逆なんですね。はい。これゲーム本でもちょっとよく、えー、ある比較をしてみたいと思いますけど、えー あの、解説本っていうのは、この知識中心なので、えっ、ー、と、文系シラバスにとても近いですね。えー、この解説本どういう本かっていうと、ゲームの本だったら、えー、解説者たちのことが書いてあって、それからキャラクターについて書いてあって、マップがあったり、それからアイテムについて書いてある。こういうのは、あの、体系的に、網羅的に書いてある。それが解説本ですね。 一方で、ゲームの攻略本っていうのは非常に行動中心的や、行動中心アプローチ的ですね。で、クリアするために必要なアイテム。で、そのアイテムがどこに隠されているか。そして、その場所にどう行ったらいいか。そして、その、あの、途中でね、立ちふさがるボス、モンスターがいたらそれをどうやって倒すか。そういうことが順番に書いてあります。これはとても行動中心アプローチに近い考え方ですね。 それからもう一つの違いは、あの、文系シラバスの、などの、言語中心アプローチの場合は、えー、教えるのはみんな日本語なんです。なので、全部基本的に同じです。あの、教科書の内容は全部同じ。文系の出てくる順番とかが違っていることがありますけど、基本的には日本語を教えるという意味で、全部コンテンツは同じなんですね。でも、えー、行動中心アプローチでは、その行動を、あの、サポートする、 言葉を教えるので、例えば育児を教えるときには、おむつとか、哺乳瓶とか、そういう言葉が必要です。えー、しかし、作動のときにはそんな言葉必要ないですよね。えー、なので、えー、行動中心アプローチの場合は、中身がとても違います。はい。いろんな多様な、えー、アプロ、あのー、教科書が必要なんですね。はい。えー、じゃあ、この来週、その次のビデオでは、この日本語教師の、えー、行動リストの典型的な例をご紹介してみたいと思います。 はい、えー。それでは次のビデ,オビデオでお会いしましょう。フィルミムンゲー。